はい、鏡翼です。前回、C メジャーセブンのコードトーンとその利用方法について、まあ、ざくっとメリットを述べたわけなんですが、もう一つ代表的なので C マイナーセブンについて今回取り上げたいと思います。メジャーセブンは前回図形的にという形でした。じゃあマイナーセブンって言ったら、マイナーっていう言葉は、まあ、基本的に3度に対してついてるんですが、マイナーサード、マイナーセブンス、うん、そうですね、3度ですね。3度、メジャーセブンはドレミでした。これが1つ下がってここに来るとマイナーサードです。ドレミということです。つまりこれがマイナーの3度になります。で、5度は共通です。そしてセブンスは、通常音楽でセブンスっていうとメジャーセブンじゃなくて、メジャーセブンが半音下がったここを指すんですね。なので、こうなります。これも図形的に覚えるといいです。で、これは例えばマイナーの 3度から5度まで距離ありますよね。なので通常はこの3度を同じ音の違う弦で弾くことが多いです。そうすると図形的にはこういうことになります。はい、これでコードに対しての説明、メジャーセブンとマイナーセブンの説明、すっごくシンプルに、解説したんですが、ポイントは1度と5度は共通でしたよね。ドとソは同じ音を使っているわけです。そして、3度、何もマイナーとかいう言葉がなければ、3度っていうのは超3度を指しているので、ミのナチュラルが来るわけです。つまりこの関係ですね。そしてマイナーって言われるとこっちになります。そしてセブンスも同じように、メジャーセブンはこっち、セブンスって言ったらこっち、つまり3度も7度も、半音で違いがあるわけなんですね。まあメジャーサード、まあ超3度、単3度、超7度、単7度、あんまり単7度って言葉使わないですね。まあ僕が使ってないだけなんですね。というふうに半音ずらすだけでコードの響きが変わるので、それを使って和音名も変わると、コード名も変わってくると。メジャーセブンのコードはこういう感じです。マイナーセブンはこういう感じです。はい、さてここで応用です。では C7 はどんな形でしょうか。はい、考えましたか。きっと考えたと思います。C7 って言われると7、メジャーセブンじゃなくて7になってるわけなんですね。セブンスになってるんですね。ということはドとソは1号は共通です。そしてマイナーって言われてないので3度はメジャーです。ドミソ、そしてセブンスって言われてるのでこっちです。こういう響きです。まあ、響き的には多分聞いたことがあると思います。メジャーセブンで同じことをすると、全然違いますよね。そしてマイナーセブンだと、という響きになります。さて、今回はマイナーセブンとセブンス、ルートは C ということを固定して Cm7 と C7 の解説をしました。もうこれで出てくるコードの7、8割ぐらいは OK なんじゃないかと。で、前回同様にルートが変われば、これ Cm7 です。Dm7 なら、Em7 なら、Fm7 なら、全部同じ形でいけるというわけです。はい、知識的にこれを知ってるだけでもう本当にいろんなフレーズが、あ、なんだこんだけかというふうに把握できるようになります。同じフレーズを覚えるにしても、そういったいろんな情報を絡ませておくだけですごく覚えやすくなりますし、
また何かフレーズを考えるときにもすごく役に立ちます。ぜひコードトーンを把握してみてください。加賀光政でした。また。